ガリシア州におけるリベーロ・リベーロは、スペイン北西部のガリシア州、オーレンセ県に所在するワイン産地。スペインワインの原産地故障制度であるデノミナシオンで、オリフェンでは原産地故障に指定されている。白ワインを主体としている。面積は約30平方キロメートルであり、13自地帯からなる。 2007から8年の総生産量は528万9000リットルであり、うちスペイン国内出荷量が518万1000リットル、国外出荷量が10万7000リットルである。種類別生産量は、白ワインが491万1000リットル、赤ワインが37万8000リットル。主要な輸出国は、アメリカ合衆国、ベルギー、ドイツ、 その大部分は、オークソン発酵を行わず、地元での日常消費用のテーブルワインとして出荷される。スペインの一人あたりワイン消費量は40リットル、年であるが、ガリシア州は137リットル、年にも達しており、ガリシア州で最も古いワイン産地であるリベーロが、果たす役割は大きい。ワインはアドボケート市のスペイン担当である、ルイス・グティエレスは、リベーロを、 ガリシア地方最古の産地であり、最も高い可能性を秘めていると評している。リベーロの主要な生産者には、ベアでプリマシアなどのポルテラ社、カサルデメインなどのビニャメイン社がある。アールノヤにある、ブドウ畑ミーニョ川とその支流シル川沿いには、下流から、リアスバイシャス、リベーロ、リベーラ、サクラ、バルデオーラス、ビエルゾの5つの原産地故障産地が並んでおり、 リベーロとリベーラ桜は、オーレンセ県の県と、オーレンセを境界としている。リベーロのブドウ畑は、ミーニョ川やその支流のアルノイア川、アビア川、バルバンティーニョ川が形成する谷の標高を100から200メートルの傾斜地に広がっている。ソカルコス、またはボカリベーラスと呼ばれるテラスの仕様が一般的である。土壌は、加工岩質や粘土質が多く、 有機成分は2から4%の間である。この地域の土壌は酸性の傾向があり、生産者は何らかの方法で土壌を中和している。乾燥した地中海性気候や大陸性気候にあるスペインの多くの産地とは異なり、湿潤な西岸海洋性気候にある数少ない産地の一つである。海洋性気候と地中海性気候の変異地帯にある。 ため湿度も温度も高く、年平均気温は、摂氏13度である。このような気象条件から、ブドウは成熟しにくく、高い糖度を必要とする黒ブドウの生産には適していない。年降水量は800から1000ミリメートルであり、より、大西洋に近いリアスバイシャスなど、ガリシア州の他産地よりも少ないが、スペインの大部分の産地よりも多い。夏季の3ヶ月間は、 他の時期に比べて、降水量が少ない。年日照時間は約1800時間とスペインの他産地に比べて少なく、この日照を最大限に受けられるように工夫して植えられている。帝政ローマの時代に初めてリベーロにブドウが植えられたとされている。ミーニョ川の水運で大西洋と結ばれているリベーロは内陸部にありながらワイン生産と輸出の長い伝統を持っている。 フランスやスペイン北部からガリシア地方のサンティアゴでコンポステーラに向かう。サンティアゴの巡礼路が活況を呈すると、12世紀頃には巡礼路を歩く巡礼者によってリベーロ産ワインが飲まれた。最盛期には年間200万人もの徒歩巡礼者がいたとされる。中近世のリベーロは甘口ワインで知られており、アンダルシア地方やカナリア諸島などの産地が 甘口ワインを生産し始める遥か前から、同様のワインを生産していた。リベーロでは干したブドウを用いており、白の主成強化ワインであるリベーロのワインは、リバダビアと呼ばれた。リバダビアは、ポルトガルのビーノベルで地方のワインと似通って、酸味の強いワインであり、イギリス人にとっては、火のような、きつい酒で、一度飲んだ人間は二日間は酔っ払って、 使い物にならなかったという。16世紀には、エスパーニャベルデと呼ばれる、スペイン北岸の各地域にワインを出荷しており、また、大西洋に面したガリシア地方の港からは、ツェロ渓谷よりも、はるかに古くからイングランドに向けて、かなりの量のワインが輸出された。イングランドで、リベーロ産ワインは、スペインで、最も品質の高い白ワインとされており、その品質と信頼性には、 定評があったリバダビアは、スペインで、最も輸出量の多いワインとなり、アコルーニャ港では、リバダビアとして出荷できるワインの規制も行われた。一方で、ジェームズ・ハウエルは1634年の、模範所管州で、ガリシアの山の中で生産される上品なワインがあるが、海上輸送に耐えられるだけのコクがない。名はリバダビアであると書いている。 16世紀末のフェリペ2世紀の地勢には、スペインとイングランドの関係が悪化し、イングランドへの輸出が制限された上に、他産地の台頭によって販路がガリシア地方内に制限されるようになった。近代には陸上交通網が発達し、18世紀後半にはスペイン各地に相次いで鉄道が伏設された。ガリシア地方は山勝ちで陸上交通に難があり、また、 リベーロ周辺には、マドリードやバルセロナのような大都市が存在しないため、輸出を海上輸送に頼っていたリベーロは、交易を行う上で最も不利な地域の一つに転落した。19世紀後半には、ヨーロッパ全域でフィローキセラが流行し、スペインの核産地はフランスなどへの輸出で活況を呈して、スペインワインの黄金時代と呼ばれる繁栄を享受したが、 リベーロは繁栄の波に乗ることができなかった。ガリシア地方の湿潤な気候は、病害虫が蔓延しやすい環境であり、1850年代のうどんこ病と1880年代の灰色カビ病はリベーロに大きな打撃を与え、うどん栽培を放棄する農民が続出。一方で、スペインの他産地に深刻な影響を与えたフィロキセラの被害は少なく、 ブドウ畑の2%が被害を受けただけだった。フィロキセラ後には生産性を重視して、パロミノ種など外来品種の植え付けが進んだが、これらの品種は、リベーロのテロワールに適していなかった。リベーロでは簡素な器具で小規模に醸造を行う、ワイナリーが多く、近代的なワイン生産設備への更新が遅れた。とはいえ、保守的とされる、 ガリシア地方では、他地域からの生産者の流入は少なく、一定の需要をもとに、ワイン産業が存続していた。1932年には、リオハやヘレスと共に、スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘインにおいて、原産地故障産地として認可されていたが、1957年には、原産地規約が制定され、 実態としてのリベイロ原産地故障統制委員会が発足した。1967年には産地の中心的な町であるリバダビアにリベイロ共同組合のワイナリーが設立され、トレーシャデュラダネなどの土着種を再評価する動きが進んだ。ガリシア地方最大規模の共同組合型ワイナリーであるリベイロ共同組合や1988年に 設立されたボデガスビニャメイン社などの工業、生産型ワインメーカーが近代的な生産設備を導入し、産地全体の品質向上に大きく貢献した。リベーロでは白ワインが90%以上を占めており、総生産量における赤ワインの比率は10%に満たない。白ワインでは土着種のトレーシャドゥーラダヌから生産されるワインが多く、 トレーシャドゥラダネの他に認可されている品種には、白品種では、アルバリーニョダネやパロミノ種やマカベオ種など、黒品種では、カイニョダネやアリカンテ種やテンプラニーリョダネなどがある。今日のリベーロの白ワインは、みずみずしさ、穏やかな酸味、果実味を特徴としている。ありがとうございます。